SNS も、ネット誹謗中傷だけでなく、前はネット詐欺っていうのが流行ったでしょ。あれは特に Facebook で流行ったのかな。で、結局、今最も危険なのは、ネットで出会った男性に会いに行ったら殺された。レイプされて、上殺された。まあ、年齢6枚目し。とかね。まあ、慣れて、まあ、下の方でも上って言ったら、まあ、知らんけど、年齢は。それ、やばいでしょ？ SNS で言われて付き合ってたら。そうなる。もう、まあ、もちろんね、Facebook とか Instagram とか Twitter とか、まあ、世界的なネットがあるのは、まあ、ひょっとしたら、まあ、ほぼそういったことはないかもしれないけど、でもそこで出会って、で、マイナーとか、出会い系じゃないけど、じゃないじゃん。出会い系じゃなくて、どういったらいいの？交際？もうかん、交際ってと出会えるような、そういうサイトが、SNS があって、そういうタイプのサイトが言うよりかも。で、そっちでもでも出会う、あっちでも出会う。で、油断するよな、それ。女子は油断する。で、向こうはそういうマニュアルがあるから、女性に疑われないような、女性に危険な人物じゃないかなと思われないようなマニュアルを守ったら、どこでも出会ったら、普段通り普通になっていく。で、向こうも、まあ、いつもの俺だけどっちの感じで出てくる。非常に乱暴な、非常に失礼な言葉を使ってきても、おなじみの俺になってくる。全く知らない人に。だから、そこは本当に気をつけたあかんの。女性はね。なんでかって言ったら、殺されるからなの。殺されるからあかんでしょ。ね。レイプは、結局、レイプを嫌がるのは男性だから。実は、女性がレイプされるのも、そう、男性がレイプされるのは知らんけど、女性がレイプされるのを嫌がるのは実は男性なの。ね。本当だよ。じゃあ、女性をレイプする男性も、実は、女性がレイプされるのめっちゃ嫌がるで。あ、意味わからんでしょ？じゃあ、女性をレイプする男性ってのかって、自分の好きだった女性をレイプされたのかなとか、まあそういうふうに考えたときに、交際もしてなかった可能性がある。ってときに、実際交際してた女性がレイプされたら、その男性行かれてるってレイプマンになるようなことはまあないと思うよ。ただ、憧れの女性がレイプされたとき、その男性がレイプマンに変わる可能性が高いよって言ってる。でしょ？あ、じゃあ、なんだと思うでしょ？それじゃ全然かわいそうじゃないよって。そうやね。そういうのだったら女性はかわいそうじゃないと思うの。ところが、そういった男性、昔その好きだった、付き合ってた、結婚しようと思ってたんだけど、ではちょっと弱かったら、現代はね、結婚してたんだけど、しかも、まあ、結婚前提で付き合ってたんだけど、そしてまあ、さらに持っては、まあ、結婚同棲してた。これ最近流行らんかな、どうなるかな。まあ、パートナーだったんだけど、これもいまいちだからね、今。実は、妻だったんだけど、これは聞くよね。妻がレイプされて。これは聞くね。やろ？で、まあ、相談乗ってくれよ、怪しいよ。で、飲みに行こうぜ、なんで急にやろ。でも、ずっと長いこと付きまとわれてて、で、会話向こうから仕掛けてきて、こっちが何か投稿しても、必ずリアクション、どんな、バリ雑言でも、必ずリアクションを入れると、いつもの俺に化けてくるでしょ、心の中で。ね。それがもうこの狙いの。ほんで、付き合いませんかじゃないけど、実際会わなあかんなみたいなことになってくるんだ。ちょっと指導してやろう。で、会ったらめっちゃ優しい。あれ？で、レイプ、殺人。何それ？って思うやろ。なんでそんなことするの？って。命大事じゃないの、男性は。って。生死って命のもとなんでしょ？って。女性は実に不思議なもんだけど、男性にとってはそうじゃないの。精子って自分の体から去っていくものでしょ。男性にとって精子って命じゃないね。女性にとって卵子は命でしょ。自分の中にあるから。排卵の時も仕方ないけどね。もう受精できなかったから仕方ないけど。それとは違うでしょ。性行為によって去っていく精子は男性にとっては命じゃないね。でしょ。だから命大事にしてっていうのが、もっと精子大事にしてって言うと飲まされたりするの、精子。ね。そんな人たちやねん。男子って。そういうのをちゃんと知ってなあかんねん。ね。罪の意識なくそういうの思っちゃうの。
思春期の男の男しか。何やそれ、何言ってたわ。それでそんなんするんかよ。ほんでほんでってなるの。まあ、女子同士もそんなトークたまにあるかもしれんけど、その、なんちゅうたらいいの、命の軽視っていうことによっては違うでしょ。女子同士はその、向こうの命のもとが入ってくるから、そういう次元においての面白さで、あはははって、ね、エロチックな笑いはあるでしょうか。この決定的な違いは、本当に精神の境目、死ぬかどうかの危険の境目っていう出会いをね、たとえ SNS でもね、そら Twitter とかインスタとか Facebook 大丈夫ですよ。でも、そこでも出会ってて、そして、もっとマイナーな、二人きりで喋るようなんていうのか、まあ、交際を前提としたサイトでも出会ってみなさいよ。同じ人と。その時の油断に関して、どういうことが、どういうメカニズムで起きるかっていうのを、今、ちゃんと説明したからな。